最近ございますが、岡林以外全員クズなんとかそんなこと言ってたけど、その番組見てみろよ、クズなんて一人もいないんだよ。みんな強かったし、すげえきつかった。優勝して、なんだろうと思ったら名前ですかね。おい、俺は今までずっと黙ってた。優勝したら一つ言わせてもらいます。ストロング DJ も、ストロング DJ には全部ないです。俺が優勝したからには、ストロング DJ にベルト作ります。そしてまたその挑戦決定戦で自分が勝って、次こそはベルトを着たいと思います。あの時皆さんの声援が合わなかったら俺はここまで頑張らなかったかもしれないです。ここにいる、その国で、ゆりきせんな人、全員に学んでください。ゆりきせん、始まる前、おばあしがキスとか言ったけど、みんな、素晴らしい選手だと思います。みんながいて、そして俺がいたら絶対人の国では進めません。どうも団体にも負けないぐらいのプロレスをやっていきたいと思います。どうしてこんなにやったらよ、どうしてこんなにやったらよ。50年という時にこの台までに行く世界一の団体にしてみたい。失礼します。これからも精一杯守れて、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。本日の試合は全て終了です。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ただいまをもちまして本日の試合は全て終了いたします。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。